カイグロナウアーは、ドイツノルトベストファー練習ゾーリンゲン出身のプロ野球選手。現在は、野球、ブンデスリーガのレーゲンスブルクレギオネーレに所属し、打撃コーチを兼任している。2003年にわずか16歳の若さで、ドイツの野球、ブンデスリーガのゾーリンゲンアリゲーターズでデビュー。同年は、打率、371、出塁率、437、 超打率452に加え、北地区で総合4位となる19打点を挙げた。2004年は347と打率を落としたものの、投塁阻止率60%を記録している。2007年シーズンには打率384、出塁率520、超打率589の数字を残した他、20盗塁、24級、 33得点、加えてオプスは5位と多くの打撃部門でランキング上位に入った。ドイツでの活躍を買われ、2008年4月にニューヨークメッツと2年契約を結ぶ。ビザの関係で当初はすぐにアメリカ入りができず、就労ビザ発給までの間はドイツでプレーを続けた。6月25日のルーキー級、ガルフコーストリーグ、対 GCL カージナルス戦でプロデビュー。 主に控え保守として16試合に出場し、打率356出塁率408超打率378の成績を残した。2009年は A 級サバンナサンドナッツプレイする。同年は88試合に出場し、打率2436本塁打を記録した。2010年には A 級 サウスアトランティックリーグオールスターに選出された。その後、徐々にリーグ階級を上げていき、2013年にトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズへ昇格した。2014年シーズン終了後、自由契約となった。2014年9月、レーゲンスブルクレギオネーレに選手権人コーチとして入団することが発表された。2015年は打率。四百に出塁率。 514、長打率、659の成績だった。試合数が少ないが、ドイツでは、打率3割以上を打ち続けるなど、非常に高い長打力を備える、長距離法。2006年に20投類を記録したように足も速く、また非常に強権でもある。2009年に行われた第38回やイブフ、ワールドカップでも、主軸を任されており、 2013年 WBC ドイツ代表メンバーにも選出された。ありがとうございます。